こんにちは、シンガーソングライターの畑中真美です。本日は井上陽水さんの名曲夢の中への弾き方講座をやっていきます。出てくるコード自体は簡単なんですけれども、例えばというような感じで変則的なリズムパターンの決めがね、毎回出てきますので、こちらの曲を練習することによってリズム感が鍛えられたりね、ストロークのパターンのバリエーションが増えたりすると思うので、ぜひチャレンジしてみてください。そしてレッスンは A メロ B メロ間奏という形でパートごとに分けて進めていきます。概要欄にタイムスタンプを貼っておきますので、練習したい箇所を繰り返してご覧になってください。皆さんと一緒にギターを弾いて練習できるような形で進めていきますので、ぜひギターをご用意の上ご覧になってください。そして通しで弾いた夢の中へのカバー動画がね、別の動画にありますので、このレッスン動画を見てある程度弾けるようになったら、そちらのカバー動画を見ながら一緒にね、弾いていただくのもいいかもしれません。そちらも概要欄に貼っておきます。それでは行ってみましょう。では1カポにしてください。まずストロークの形からやっていきます。基本の形はですね、ダウンとアップ、ダウンとアップのジャカジャカ弾きですね。ジャカ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 、1、2、3、4。でこの形にアクセント強く弾くところをつけて、ノリを出します。せーの、ジャカ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 、感じになります。 A メロからやっていきます。じゃあお手本を弾きます。はい、今弾いたのがこれになります。でここの部分はですね、2回繰り返して B メロに行きます。なのでまずはここの部分を弾けるようになりましょう。ではね、解説していくんですけど、出てくるコード自体はそんなに難しくないと思いますね。 G で、でこれが D on F シャープ E マイナー C D っていう感じなんですけど、じゃあこの D on F シャープっていうコードのことについてちょっとね、それだけお伝えしようと思うんですが、D って皆さんこういう風に押さえて弾かれると思うんですけど、このベース音が4弦の開放弦ね、これが D なんですが、 On F シャープっていうのは F シャープの音、6弦の2フレット小指で押さえてるんですけど、この音がベースの D のコードですっていうことですね。なんでこういう響きになります。コードが出てきます。なんでこのコードが出てくるかっていうと、キメがね、このベースラインジャーンチャチャンっていうのを出したいがために、この D on F シャープっていうコードを使っています。はい、じゃあ頭からね、ここから行ってみたいと思います。最初、探し物は何ですか、この G のところ 1、2、3、4、1、2 までは普通に探し物ジャカ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 で弾いていきます。でその次、じゃんちゃちゃん、ここですね、じゃんちゃちゃん、ここでキメが出てきます。キメのコードチェンジですね。ここをちょっと詳しくやっていきたいと思います。はい、ここのね、キメのところ拡大するとここなんですけど、リズムとしてはじゃんじゃかじゃんじゃかって覚えてください。コードは G で D on F シャープで E マイナーなんですけど、ポイントはですね、 G でじゃーん、うん、やった後じゃーで D on F シャープに変わります。じゃーで、その後アップストロークで戻ってくるときに、カーって戻ってくるときに E マイナーにチェンジするので、じゃかーのところが素早いんですね。じゃーかー、ここがね、ちょっと難しいかなと思います。アップにアクセントを入れるっていうのはちょっと普段あんまりやらないので、難しく感じるかもしれないんですけど、
繰り返しやってみましょう。あ、ちなみにここのね、カッコのところはカラーピッキングといって腕は振るけど弾かないところです。なのでじゃーん、じゃーかーというふうになります。ここから弾いていくと、探し物は何ですかのところから弾いていくと、探し物は何ですか、じゃーん、じゃーかー、見つけというふうになります。このジャンジャカーの後、見つけにくいものですかのところをやっていきます。見つけにくいものですかがね、ここのとこなんですけど、 E マイナーが2小節続きますね。見つけにくいものですか、ここの部分はジャッカ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 、基本のストロークが続いて、でここでね、またここからここ C にチェンジするときに決めが入ります。そこをちょっと拡大します。ここの決めのところはここの部分ですね。見つけにくいものですかがじゃんで C に行きます。見つけにくいものですかがじゃん、 E マイナーを押さえてたんだけど、ここのじゃんで開放弦にして C に行きます。でポイントはここがね、裏拍からこの決め入るんですよね。見つけにくいものですかかちゃんっていう感じで、かかアップが2回続きます。その後 E マイナー離してじゃんで C に行くっていう風になります。じゃかじゃかかじゃん、じゃか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 、こういう感じで、リズムが取れるようになるといいかなと思います。カーカージャンで覚えてください。この裏からアップストロークから入るカーカージャンのリズムは間奏とかアウトロにもね出てくるので、ここで頑張って覚えましょう。はい、ではその先に行きたいと思います。ここでカーカージャン、ジャカ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  C にね、変わった後は比較的シンプルに、基本のストロークで、カバンの中も机の中も、次 D。 探したけれど見つからないのに、というふうにいきます。ここは2小節同じコードなのでね、弾きやすいかなと思います。難しいのはここと、あと書いてないけどここのところの、決めっぽい部分だけがちょっとね難しいかなと思います。では、ここねおさらいでゆっくり弾きますので、弾ける方は一緒に弾いてください。この部分弾きますね。これが A メロになります。この A メロを2回繰り返して、B メロに行きます。はい、ではここから B メロです。お手本を弾きます。じゃあね、ちょっと解説をしていきます。まずこちら今弾いたのがここなんですけど、コードはすごいシンプルですね。 E マイナー C と D ですね、出てくるのは。でしかも、コードチェンジは、2小節ごとになっていて、で最後だけ、E マイナーで D のところが1小節ごとのコードチェンジになっています。はい、なのでね、割と、シンプルなのでさらっとね解説したいと思います。普通にここの2小節ごと行くときはジャッカ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 、2、4にアクセントをつけてジャカジャカ弾きで、最後のところね JD やった後
カザ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 カ。ここは D の一番初めのザっていくところを休符みたいに捉えて、じゃカザカザカザカカザカカカのアップストロークのところにアクセントを持ってきます。カザカザカザカという風に弾くと、ノリが出るかと思います。はい。では、ここの部分を一緒にゆっくり弾いてみましょう。ワン、ツー、スリー、フォー。はい。という風になります。はい。ではね、ここから感想をやっていきます。1番は A を2回繰り返して B を1回繰り返します。これが1番ですね。で、1番弾いたらこれと同じことをもう1回繰り返します。これが2番です。で、その後に感想というものが出てきます。感想のね、お手本をじゃあ弾いていきます。今弾いたのがこれなんですけれども、このコード進行はね、A メロとほとんど同じになります。で、若干違うのはここのキメのところですね。 A メロの時は A メロの時のキメのリズムはジャンジャカだったんですけど、今回はカーカジャンジャンカーカジャンになっています。カーカジャンジャンで E マイナーに行くって感じになってます。で、このカーカジャンのとこなんですけど、それがもう一回ここで可表現を使った弾き方で、もう一回カーカジャンが出てきて、その後が、C2 小節 D2 小節で感想が成り立っています。じゃあね、この弾き方やっていこうと思うんですけど、ここの部分ちょっと拡大します。ここから弾いていくんですけど、頭G でじゃーん、いつもじゃか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 って弾いてたやつをじゃーん、ちょっとパラララって感じで弾いて、その後に、ボディを叩いてカウントします。1、2、3、4 1、2、3、4。まずじゃらんって弾いてカウントをするっていうのをやってみてください。カウントの仕方は1、2、3、4 1、2、3、4 1、2、3、4 1、2、3、4っていう感じで2拍目と4拍目でボディを叩きます。それができたら1、2、3、4 1、2、ここですね。今ここまで来たら1、2、そしたらアップストロークカーカー、アップストロークが2回続きます。その後コードチェンジD on F じゃん、今ここですね。で、その後 E マイナーに行くじゃん、こうなります。ポイントは G でここ2を叩いた後、上から行かないで2で叩いた後、アップからカーカー、アップストロークが2回カーカーってきて、その後コードチェンジが来てじゃん、じゃんという風になります。で、ここのね D on F シャープなんですけど、要はこの軽感音を鳴らしたいので、もし D が間に合わなかったらカーカジャンジャンカーカジャンジャン、 D on F シャープしなくてもここの音だけ鳴らせれたらそれでも大丈夫です。カーカジャンジャンっていう形でやってもらえれば大丈夫です。その後2段目ね、E マイナーがパララーンってなったら、またこっちの G の時と同じように1、2、3、4 1、2、はい、ここまで来たらまたアップからカーカジャン、はい、今ここカ
かじゃん、ここですね。ここは E マイナー押さえていた2つの指を離して解放します。で、じゃん、これは何をやってるかっていうとね、4弦と5弦の音を主に鳴らしたくて、じゃんじゃんって音を鳴らしたいんですよ、ここで。なので全部弾かなくてもこの辺だけ当たってればいいです。カーカーじゃんで、じゃんで、ここまで来たらちょっと下書いてないんですけど、次は C に行きます。ここですね、ここに C に来て、カーカーじゃんじゃん来たら、ジャカ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 、ジャカジャカ弾いて2小節C行って、その後 D に行ったら、ジャカ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 カジャカジャカジャカ、最後の小節は D で、アクセントをね、このアップのカジャカジャカジャカのここにアクセント入れてあげると、ノリが出るかなと思います。では、ここまでをおさらいでゆっくり弾いてみましょう。ワン、アン、トゥ、ウ、シ、エ、ウ、オ、カカジャンジャン、カカジャンジャン、カジャ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 カ。はい、ではですね、最後 B メロ2回繰り返すところをねちょっとやりたいんですけれども、間奏が終わった後、1回 A を繰り返して、次 B メロ繰り返します。その後もう1回 B メロを繰り返すんですけど、この B メロと B メロの間のところにちょっと違う部分があるので、そこをやりたいんですが、ここですね、 B7 っていうコードが出てくるんですけど、ここをちょっと弾いていきますね。じゃあ、B7 が出てくるちょい前ののとこから弾きますよ。お手本です。はい、ここまでです。弾いてることはいつものサビと同じです。で、いつもここがね D だったのが、B メロ2回繰り返すときは B7 に行きますっていうことになりますね。 B7 はこういう押さえ方か、またはこういう押さえ方になります。どちらともルートは5弦なので、6弦はできるだけミュートをするようにできるといいですね。ここもカチャカチャカチャカカチャカチャカチャカ、アップストロークから入ることによってウのところがね強調されるのでグルーヴが出ます。カチャカチャカチャ。では、おさらいね弾いてみましょう。ゆっくり弾きます。じゃあここからいきます。ワン、ツー、スリー、フォー。いきます。お手本です。はい、ここなんですけど、まずね、ここまでは、ここにキメがあります。ここまでは、1番の A メロと同じです。で、ここのキメがですね、1番と A メロとちょっと違って、1番の時はカーカーじゃんじゃんっていうことで、
開放弦を使って E マイナーから開放弦で C に行ってたんだけど、今回は E マイナーからカーカーじゃん、また D オン F に戻ってその次 G に行きます。この G に戻ってきて、また G からジャッカ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 、 E マイナーになったら1、2、3、ジャジャッカジャーで E マイナー開放にしてジャッカで終わりです。1、2、3、3数えて10っていう感じですね。はい、でここまでがアウトロになります。では、最後弾いて、ゆっくり弾いて終わりにしたいと思います。ということでレッスンは以上になります。皆さんお疲れ様です。本日も皆様最後まで見ていただき本当にありがとうございます。ここでちょっとお知らせがあります。今月に入りましてチャンネル登録者3万人突破しました。いつもご視聴くださる皆様のおかげです。本当にありがとうございます。ということで3万人突破記念の YouTube ライブ生配信を6月21日に行いたいと思います。はい、また夜ね、8時ぐらいからゆっくり始めようと思います。弾き語りね、ギターの弾き語りとかおしゃべりとか、あと今回は、ちょっと記念になるような企画も考えてますので、はい、ぜひ遊びにいらしてください。ということで、引き続きね、皆様のギターライフが楽しくなるような動画を撮っていきますので、ぜひ応援よろしくお願いします。ここまでのお相手は畑中真美でした。またね。